学校群制度とは入試実施方法の一つである。いくつかの学校で群れを作り、その中で学力が平均になるように合格者を振り分ける方法である。各自治体の公立高校全日制普通科のみが対象であり、専門学科や国立、私立高校は対象にならなかった。東京都、千葉県、愛知県、岐阜県、三重県、福井県において、 高校入試で学校間の格差をなくすために用いられた。学区内に数個の学校群を設定し、単独選抜と同様に学校群を志願者に選択させた点が、競技の総合選抜と異なる。共通点は、中学区制度か、それに近い形式をとることである。学校群内各校の学力格差をなくし、均質化を実現したことでは成果を上げたが、 学区内の学校軍艦で入試難易度の格差が新たに発生した。原則として本人の希望に関わりなく合格者を学校軍内各校に振り分ける仕組みであるため受験生の選択の自由は大きく制約されこの観点からの否定的な評価が多い。2004年までにすべて廃止された在校生の74%が 学校群制度に反対であることを伝える。日比谷高校の校内新聞1967年から1981年に実施。東京都では、学校群制度導入の必然として、東大合格者数1位を記録していた日比谷を、はじめにし、富山、新宿、小石川、両国、小山大上野などの名門都立高校の東京大学を、はじめとする。 南関大学への進学実績が低下し、特に日比谷では急速かつ極端に落ち込んだ。一方で、名門都立高校と同じ学校群を構成した、青山、富士、国立などの進学実績は、急速に上昇した。この制度導入以降、都立高校全体の南関大学進学実績は、長期低落に向かった。学校群東京23区内の学校群の、 組み合わせ1975年から1977年実施各学校の希望者のうち成績上位の者から各学校の募集定員の20%を優先的に希望校に配分残りの合格者については成績分布や男女比均等通学所要時間を考慮しできるだけ希望を尊重しつつ振り分けられた結果として 既存校と新設校との格差はある程度改善されたが、名門校の進学実績は温存されることになった。千葉県の学校群制度は当初から反対の声も多く、教育現場に無用の混乱をもたらしたため、わずか3年で廃止された。1973年から1988年、実施。 1974年から1982年まで、岐阜学区と性能学区で行われた。上記の5校以外の岐阜学区の高校は、単独選抜。この当時は現在と異なり、加納高校が学区内2番手、岐阜北高校が学区内3番手であった。この当時の加納高校は、岐阜高校を目標としていたため非常に興奮は、厳しく、その成果もあり最盛期には、 東京大学、京都大学合わせて20人以上合格する年もあった。現在の加納高校は、その反動のためか自由な交付を掲げている。近年の国公立大学合格実績は、岐阜高校約300名、岐阜北高校約180名、加納高校約170名となっており、加納高校と岐阜北高校の形成が逆転する一方で、 岐阜高校への学力一極化が進んでいる。岐阜県に関して言えば学校群制度により学力の低下が顕著に見られるということは他県に比べて少なかったように考えられる。性能学区では1974年から1979年は大垣北高校、大垣東高校、大垣南高校の3校で、 1980年から1982年の入試では、大垣西高校も含めた4校で、学校群が組まれた。1974年から1979年、1980年から1982年、大垣西高校ができた当時は、上記のように、大垣北高校との組み合わせだったため、創立当初から、進学実績の高い高校であった。 しかし1983年に学校群制度が廃止されると大垣西高校は大垣市の外れという非常に不便な場所に位置していたため偏差値が急落それ以降は国公立大学の合格者が10名程度にまで成績が落ち込んでしまったまた大垣南高校も設立当初は市内の中心部に位置し進学実績も良かったのだが 1974年に大垣東高校が設立された際に大垣市南部の朝中に移転したため設立が古く伝統がある大垣南高校よりも大垣東高校の方が進学実績が上となってしまった。1974年から1994年実施。三重県では北勢、中勢、南勢にそれぞれ一軍、二軍、 三軍を設置。各軍には二校が所属し、学力平準化が図られた。軍制度解体と前後して、各校は生き残りをかけて、コースを設置し、個性付けを行ったが、それらのコースは、公式な言名こそないものの、事実上の特進コースとして機能している。出版物によっては、第一軍と関数字の表記も見られた。 学校群制度末期の1990年代初頭、ツは踏みとどまっていたものの、河合塾他の大手予備校の参入がなかった、四日市市の富田に位置する四日市の進学実績は、目に見える形で落ち込んだ。1994年当時東京大学を含む難関校に、定期的に精鋭をまとまった数で送り込むのは、私学のオスであった、高田だけになってしまっていた。 四日市は1994年に学校群制度が廃止される1年前に進学科を設けて対応。単独選抜制度が復活すると四日市南、津西、宇治山田のレベルが相対的に低下した。津西は廃止後もそれなりに検討しているのに対し四日市南と宇治山田は壊滅的と形容できるほど低下した。南西学区は 人口が希薄だったこともあり、もともと三軍のレベルは他と比べて、やや劣っていたが、学校軍制度の廃止によって、宇治山田の進学実績は、国公立大学の合格者数が50人に満たない、ほどにまで低下した。宇治山田は、旧正中学校、高等女学校の系譜を引く学校であるが、戦後新設校の伊勢に進学実績面で遅れを、とっている。 2000年代から、四日市市にも大手予備校は、河合塾をはじめとして続々と参入し、2020年現在は、四日市が公立では、圧倒的な進学実績を誇るが、津の実績は、四日市の国際科学コースの実績向上に、伴い徐々に低下し、南関大学合格者は、四日市の半分ほどでしかない。過疎化の進む南西にある伊勢は、津や四日市と比べ、 のんびりしている。2010年代は、私学のオスであった、高田の進学実績も前世紀から、少子高齢化と過疎化のため衰えており、四日市と大差のない年度すらある。1980年から2003年実施福井市4校と、堺軍にない市3校のうち、福井市中心部所在の2校で構成。学校群制度による選抜を実施する前は高市より、 藤島が学力の高い傾向を示していた。学校群制度を廃止してからは高市に人気が集まる傾向を示したが、学校群廃止後の大学進学成績では藤島が高市をリードしている。ありがとうございます。